セントライトは日本の競争馬、シュボバである。1941年に日本競馬史上初のクラシック三冠馬となった。主戦騎手は小西義造。種ボバとしても、オーエンス、オーライト、戦闘ト,ト3頭の8大競争優勝馬を排出した。1984年県賞馬に選出。兄弟も優秀で、大宝、クリヒカリ、提出後商店、秋、 トサミドリラがいる。1938年、三菱財閥経営の小祝い農場に生まれる。父は、イギリスのクラシック優勝馬として、初めて日本へ輸入された、2000ギニー優勝馬ダイオライト。母、フリッパンシーも、イギリスからの輸入馬で、出生時にはすでに11勝を挙げた、ハンニー大砲の活躍が知られていた。1940年、 小祝農場のセリー市に上場され、出版社非本格社長の加藤優作に32,200円で落札された。同9月に東京競馬場の田中和一郎の元へ入居。デビューに向けて調教が積まれた。同期の両馬には同じく加藤の所有馬で、当年の品馬最高額だったブランドソウルがいた。小西義蔵によれば、セントライトの方はちょっともそっとした感じで、 みんなブランドソウルの方がいいように見ていたという。春の2巻1941年3月15日、横浜開催初日の新小場戦でデビュー。12頭立て7番人気と低評価だったが、2着に小場審査をつけて初勝利を挙げた。この時、単勝払い戻しは、法定上限の200円で、不適注者にも7円50銭の特配が払い戻された。 二週間後の同30日、クラシック初戦の横浜農林商商店4歳小場に出走。同期の最高額馬南モアを抑えて一番人気に押されると、レースでは同馬に三馬審査をつけて優勝を果たした。小西は南モアに勝ったことに非常に驚いたと言い,い、本当に強いなと思ったのはこの時からだと語っている。本競争は翌年に、 弟のアルバイトが優勝して兄弟による連覇を達成。1949年にはトサミドリも優勝し、史上唯一の記録である3兄弟による同一クラシック競争制覇を達成している。なお、デビュー前には仕上がりが早かったブランドソウルを横浜から使い、セントライトは4月の中山開催から使われる予定だった。しかし2月末の調教でセントライトが グランドソウルを抑えていたことや、加藤の強い要望があって、セントライトの方が先に使われた。もしも、旧車での見込み通りことが運んでいれば、横浜農林商商店4歳小林への出走機会はなかったことから、小西はこれについて、運命的だったと語っている。その後は、中山開催の2000を連勝。地元東京での初出走となった。 ハンダキャップ競争では五十八キログラムの金量を背負い、頭差で二着となり初の敗戦を喫したが、東京優秀競争への一叩きとして臨んだ。ここ場戦では、当年秋の提出後商点に優勝する五歳馬、エステーツを破って勝利を挙げた。東京優秀競争の決勝戦場。小西は、優秀市に寄せて、こういう言い方をすると、生意気そうに聞こえるかもしれないが、 セントライトの優秀競争制覇は、事実、文字通りの楽勝であったと述べた。5月16日の東京優秀競争は、前夜までの幸運の影響によって、重ばばとなった。セントライトは、横浜で破った南モアに一番人気を譲って二番、人気、中山4歳品場特別を制してきた、ブランドソウルが三番人気であった。レースでは、道中3番手を進むと、 最終コーナーで小西が手綱を押さえたまま先頭に立った。さらに残り200メートル付近からスパートをかけると、後続を一気に突き放し、二着ステーツに八番審査をつけて圧勝した。この喫茶は1955年の優勝馬を解き継ぎ、並びダービー史上最大2差となっている。小西はこの圧勝劇について、道悪に恵まれたせいもあったには、違いないとしながらも、 もしも、改正の両馬場で行われていたら、レコードを少なくとも一つは詰めていただろうと述べている。小西は、これが、ダービー初優勝、長教師の田中と馬主の加藤は、いずれも1939年に優勝した、雲畑に次ぐ二度目のダービー制覇となった。史上初の三冠達成から引退、ダービーの後は、休養に入り、日本競馬史上初のクラシック三冠を、 秋の目標とした。9月27日の復帰戦では、ダービー2着のステイツより1 1ラム、重い6 6ラムの金量を追わされ、3着と、敗れる。しかし続く、ここ場戦では、同じ金量を背負い、春に破ったエステイツに、再び勝利した。翌週、特殊競争である、横浜農林商商店4.5歳庫場を制した後、3冠。 最終戦の京都農林商商店4歳小馬に備えて最下。前哨戦として臨んだここ馬戦は京都到着後4日目という新たしさの上、6 8ラムの金量を追って地元の国庁に2馬審査の2着と敗れた。しかし、この一叩きで調子は上向きとなり、10月26日の京都農林商商店4歳小馬には絶好調の状態で臨んだ。 京都農林商商天4歳小馬の様子参観、達成後、人々の中を凱旋する、セントライトセントライトの他は、地元の2頭と関東から遠征した南モア、ステーツ、阪神優秀品馬優勝馬鉄板材のみの、計6頭と小頭数で、セントライトは一番人気に押された。レースでは2番手の先行作から、ゴールでは、南モアに2馬進半差をつけて優勝。 1939年に三冠全競争が整備されて以来4年目にして初のクラシック三冠を達成した。しかし当時は三冠の概念がそれほど浸透していなかったこともあり、報道はダービー優勝時よりもはるかに小さな扱いだった。当時国内がシナ事変から太平洋戦争へ向かう緊張下にあったことも要因にあったとされる。 なお、小西が3観全競争で手にした、新常金の2700円は、当時の情勢を反映して、現金ではなく10年の国債で支払われており、日本の敗戦とともに、紙くずと化したという。小西、セントライトと、加藤優作その後は当時ダービーと並ぶ最高、競争だった、提出後商店を目標に、中山で、ハンデキャップ競争を使われる予定だった。 しかしこの競争で 72kg の金量を背負わされることが判明。場所の加藤は4歳馬に 72kg も背負わせるぐらいならばと提出後焦点に未連なくセントライトを引退させた。通算成績は12戦9勝。加藤は雲旗を持っていた時にも提出後焦点で2着となった後に再挑戦させることなく引退させており、加藤の競馬の師匠だった。 作家、菊池博史は、こうした馬の使い方に対し、賞金を稼がせるつもりならまだ使えるのを、おしげもなく引退させてしまう。ああいうところは実に立派だ。天下の名馬も、彼のごときに認められて、初めて終わりを、まっとうし得るのかもしれないと賛辞を送っている。加藤はそれから約3年半後の1945年5月25日、アメリカ軍が東京へ行った。 空襲の被害に遭い、その翌日に死去した。2020年までにクラシック三冠を達成したお馬の全発頭において、デビューから引退まで同一年なのは、当馬のみである。また、菊花賞以降レースに出走せず引退したのも、当馬のみである。競争馬引退後は、小岩井農場に戻り守護場となった。太平洋戦争を経て、1947年には、応援すが、 平和賞として再開された春の天皇賞に優勝した。しかし、戦後進駐した GHQ によって、三菱財閥は解体され、小岩井農場もサラブレット生産を禁じられると、セントライトは1949年より、岩手畜産主権場に移された。その後、オーライトが1951年秋の天皇賞に優勝。1952年には、戦闘が、 菊花賞不死制覇を達成した。しかし小祝いから離れた後、セントライトの後輩相手には、アラブや中間種が含まれるようになるなど質が、著しく低下し、晩年は目立った、活躍場が出なかった。母の父として、大花賞優勝馬時の記録が出ているが、同馬他2頭の重賞勝利馬を生んだマルタツは、セントライトとブランドソウルの子で、さらにその子孫からは、 オークス優勝バリニ役員なども排出した。1965年2月1日、老衰のため同種検場で死亡。新山がセントライトに次ぐ史上2頭目の参観馬となってから数ヶ月後のことだった。1947年に重症競争セントライト記念が創設されているほか、1984年には JRA 検証場にも選出されるなど、新山や 旧社の後輩馬時のミノると同じく多重の検証を受けている。なお、競争馬としてクラシック2冠を制し、守護馬としても大きな成功を収めた判定。とさみどりも同年に JRA 検証馬に選ばれ、史上唯一となる兄弟での伝道入りを果たしている。主なブルードメアサイアー3区小西によれば、セントライトは極めて温順で扱いやすく、競馬においても、 どの位置からレースを進めることができた。さらに競馬になると旺盛な闘争心も発揮し、特に競り合いには非常に強かったことから、レースでは何の心配もありませんでしたと述べている。また、三冠レースなどの大レースを知っていた年、負けるものか、と僕に言いながら走ったねと実会している。日常的には、もっさりの方で、旧車のある府中から横浜まで歩いていった際、 普通の馬なら8時間で着くところを、セントライトは9時間かかったという。また、京都農林商商店四歳小馬に備えて採火した時は、馬運車がなかった当時、列車の貨車に揺られながら2泊3日という長旅だったが、ケロッとした顔でこれをこなしたという。東京優勝に出走時に計測された体高は166センチメートル、推定体重は500キログラム以上と、当時としては、 大型馬であったが、スマートさに欠ける体型で、ズングリムックリの大型戦車などと、揶揄されていた。ライターの藤野博一郎が王子を知る、状教紙に取材したところによれば、ああいう馬は、労とには飼えない馬ですと語ったという。大美系と称された、小型東吉も、競りで、セントライトを見たものの敬遠していた。日本中央競馬会の理事を務めた、青木栄一は、 黒い巨体を、私の記憶では大きな歪めで、のっしのっしという感じで馬場に出てくる様子は、暗闇の牛という感じであったと実感している。しかしその体は、健境で、小西は、セントライトは、馬面中の馬面で高男子ではなかったが、利口で丈夫。看望一つ引いたことがなかった。横浜で走っていた頃体高を測ったら1メートル64センチ。 それが東京へ来てから測ったら2センチ伸びていた。真から丈夫な証拠だと思ったねと実感している。また、田中和一郎は、こんなに疲労回復が早い馬は見たことがないと驚いていたという。なお、セントライトが競争登録される直前まで、日本競馬界は体高164センチメートルを超える馬の登録を認めていなかった。 もしこの規定が撤廃されていなければ、セントライトは地方競馬で走ることを余儀なくされていた。大川慶次郎は一説として、計測の時に前足の地面を少しくぼませてごまかしたという話もあったという。父大王ライトは、戦中から戦後にかけて4度のリーディングサイアーを獲得した名手ボバだったが、輸入当初は体型についての評価が低く、その成功を疑問視されていた。 この評価に、真っ向から反発したのが、加藤優作で、雑誌に、ダイオライト来三期記という文章を寄せるなど、熱狂的に、ダイオライトを支持していた。母フリッパン C は、後に八大競争と呼ばれる、競争の優勝馬を四頭出した日本、競馬史上唯一の牝馬で、四頭での八大競争、計八勝は、史上最多記録である。また、 子孫からも、大賀賞優勝馬、ヤシマベル、喫花賞優勝馬のオスガストなど数々の活躍馬が出ている。ありがとうございます。